それは前触れもなく起きた。この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さん、なかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つ別世界から現れた敵と彼らと共闘する者たち、ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを。だが絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれる。フリーザー、おや、お連れの姿が見えませんね。おめえを止めるのはオラ一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。くっ、しまった。かわいそうに、あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量、このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。
こだな、くらえ。そこだな、スキアリ。これでディアーデリアー、とどめだ。そこだな、これでおりゃー、とりゃ。これでとりゃ、てやっ。そこだな、てやっ。これでてやっ、とどめだ、とどめだ、でやらー、とどめだ。うわー、スキアリー、くらえ、くらえ、とどめだ。そこだな、くらえ、でやー、とどめだ。無事、再構築できたようですね。はじめまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。リザー！この世界はおめえらの好きにはさせねえ！いつまで強がりを言えますかね。行きましょう。ここは危険です。くっ、しまった。仕方ない、戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。
ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て、新しいお仲間の心配はいいんですか？それではまた。大丈夫ですか？よかった。それにしても初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえばまだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。わかった。腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな。運命ももいっぺんあるぞ。転送用ポータル起動します。
到着しました。機械に瞬間移動させられんのはまだ慣れねえな。おっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。おら腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含めほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と彼らと共闘する者たちベノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それが J フォースだ。 J フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがベノムズによって支配されてしまう。それを阻止するにはベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。ガレナ、計画はどうなっている？ J フォースとかいう暑苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか。だが順調であれど気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもなる。こんな腐りきった世界は一刻も早く変えねばならない。この俺の手で世界を作り変える。
早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム。敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶ時の参考にしてくれ。よく来たな。アルファチームのリーダー孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か試してみるか。やめとけゾロ、まだ新入りだぞ。騒がしい、よそでやってくれ。まったくどいつもこいつもこんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。
よく来たな。ベータチームのリーダールフィさんです。お前海賊になりたいのか？だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダー、ナルトさんです。俺のことは、ナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですね、ナルトさん。ああ、やる気があるのはいいことだ。空回りしなければ、ですけどね。厳しいな、トランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだ。ほら、サスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか、俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたら、ぜひ俺たちのチームへ。
そうか、俺の技が気に入ったのか。それじゃあ俺の言う通りにするんだぞ。いいか、まずはこうやって腕を伸ばして。いや、できるわけねえだろ。この場所はトレーニングルームです。 J-FORCE のメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。今までに戦ったやつなら誰とでもまた戦えるんだってよ。けど模擬戦は後にしろよ。今は俺と勝負だ。準備はいいか。行くぞ。お前すげえな。よし、決めた。お前、俺たちのチームに入れ。よろしくな。ベータチームに登録します。暴れたら腹減ったな。サンジ、飯まだか。さっき食ったばっかだろ。
俺たちの力見せてやる。これで終わらせっぞ。俺に元気分けてくれ。よし、できたぞ。ザーリャー、捕まっちまえ。かかってきやがれ。覚悟しやがれ。こいつをまともに受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ。いい気になるな。行くぞ。絶対に勝ちます。に逃がさん。うわ、完全に消え去ってしまう。うわ、行きますよ。まずは僕から相手になろう。こいつがお望みのフルパワーだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。行くぞ。遅いぞ。いいか、一瞬たりとも油断するんじゃないぞ。手こずらせやがって。こーくたばれ。やっべー。行くぞ。私の戦い方をよく見ておくのだな。お仕事消えてなくなれ。目覚め。道を間違えたか。遊びはここまでだ。三刀流奥義、一大三千大戦世界。逃がさないぜ。本業はコックなんだがな。これでとどめだ。停電の時間だ。ディアブルキャンブ、コンカッセー。逃げんなよ。俺の時代だ。ついてこい。ゼハハハハ。これが俺の闇闇の実の力。ゼハハハハ。リベレーション。ギャーッ。ふん、面倒に巻き込みおって、もはや許さぬ。石となって砕けよ。わらわの前に立つでない。パフューメンフェメル。待て。こっちだ。お前らついてこいよ。これがエースから受け継いだ力だ。超える竜槽剣、火炎竜王。そら、よそら。よし、やるか。腕が鳴るってばよ。
からは手加減なしだ。行くぜクラマ。美獣だな。うわうわ、ここだ。お前ら足を引っ張るなよ。今楽にしてやる。おなすけ食らいやがれ。うおっ、竹見和。捕らえたぞ。なぜお前は戦う。結末は決して変えられぬというのに。これでしまいじゃ。全てはわらわのもとへ消えるがよい。ああ、くそ。幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。残念だが終幕だ。消えてもらうぞ。こいつの中でおとなしくしていろ。砂漠総体操封印。うわっ、よしよっ。こっちのチームワーク甘く見てると痛い目見るよ。本気で行くぞ。取っておきってやつだ。勝てると思ってた。これ最後だ。カムイダッキー。そこだ。一丁ビビらせてやっか。これでどうだ。今だ。燃えろ俺のコスモよ。奇跡を起こせ。これがアテナから受けた力だ。行け黄金の矢よ。これが最後の一矢だ。くそ、そこだな。くそだ。死はもとより覚悟の上。ドラゴンシリー参る。力のすべてを今ここに。登山百竜派。だまだだ、ね、無理するな。俺に任せておけ。かっこいいところ見せちゃおうか。さあここからはお楽しみの時間だ。プロのスイーパーの仕事見せてやる。そこだ。ここは俺一人で十分だ。ホット真剣を見せてやる。覚悟はいい。うわ、友から次死ぬ者。うわ、そんなに刻んだ一本。逃がさねえぜ。じゃあ俺行ってくるわ。すぐに終わらせてやる。見せてやる俺の力。行くぞ残月。うわぶっ飛べ。死ね。見切った。やった。ああ悪行を清算する時間だぜ。満開総王ザビマン奇襲オロチ。そうザビマル、ザガッテッポー。
そうだな。死ぬ時が来るなら、そうかもな。あまり面倒をかけさせない。波動の99。五流天滅。君ごときがこの私に二度も剣を振らせる。はっ！下がっていろ。巻き込まれて凍っても知らぬぞ。心して見よ、挽回八下の咎め。逃がさないぞ。で、絶対に負けない。だからありったけを。じゃんけん、グーだぞ。うわー、まだまだ。てめえがムカつくってことは十分わかった。悪いけどこれ全部ただの八つ当たりだから。軽いな。カンブル、これで終わり。行くぞ。じゃあ、ひそか、私が相手になろう。試してみるか。自由を奪わせてくれ。こっちだ。ジル、行くよ。ジル、いいよ、おいで。ちょっと荒っぽくいく。回転にご注意ください。まだだ。迷子か。困ったガキだぞ。時が止まるってどんな気分だ。やるな。スタークラッシュだ。オレ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 。こいつを喰らいな。時間を止められるのはあいつだけじゃないんですか。はっ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。ザ・ワールド、止まれ。時計はローダ・ローラーだ。ダム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 。止まった時の中は一人、このディオだけだ。行くぜ。でよし、力比べをしようじゃねえか。さあ、おっぱじめようぜ。もう俺切れちゃいました。プッツンします。これで終わりだ。うわー、食らいやがれ。うわぁ。見るかね。あんたきっといい死に方できないね。フルパワー、パーセント中の150。見切った。ついに死神が見えるようになってしまったか。これが拙者の本気でござる。飛天御剣流を天かける竜のひらめき。お前らには勝利を味わわせてやる。骨の髄まで溶かして、うわぁ！髄の秘剣、カグヅチ。隙あり！デュエル！これが俺の切り札、オシリスの天空竜！
行くぜ、オシリスの攻撃、サンダーフォース。逃がすか。わかった、僕が指示を出すよ。ヴァンフォーレ100%。手が上やってこの人すまん。魔法帝に必要なのは叱責、積ませてもらうぜ。お前の負けだ。俺はここで限界を超える。ブラックメテオライト。俺の全ての力を燃やして受けて立つぞ。今この場で勝負をかける。これが今繰り出せる最高の技だ。うわ